革命記念公園通りの斜め45度の傾きの坂道を後ろ向きで下りながらとっても必死に荒ぶり、俺をわざとバカのふり繰り返す。今日の勘の予感がさっきからする。振り返ってみると美しいかそうでないか一目では判断がつかん。女っぽい、おそらく女が目つきの鋭さをアピールしていた。何かが起こりそうな気がする。そんな目線、そんな視線、俺の期待は何か前の失敗を忘れかけ、むしろ忘れ去ろうとしていた。ちょっと見て。